はい、どうも。私、さあキャプテン翼2やっていきましょう。オランダ戦でですね、相当煮詰まってますね。本当にこのイスラス君が止めれなくて、まさに天才的サッカーセンスと抜群のテクニックを持ってまして、ちょっとリプタ君もね、本当にセンターが厚いプラスディフェンスも硬い、キーパーもガッチガチって感じなんですよね。だからうまくねハマりゃいいんですけどね。ちょっと待って、松山くん、これでいきましょうか。もう変に運が悪いとも終わりです。ちょっと運に左右されますこのゲームは。なんか入ったやつがポストとかカバーリングだったりとかっていうの結構多いんですよ。で、若島津くんがキーパーの間だと、そうね、普通のシュートは止めれますだけど、キーパーと1対1にまで持ち込まれると、もう無理っすね。一応もう基本この立花兄弟のスカイラブカップ、あスカイラブは結構熱いんですよ。取れる可能性があるんで、イスラス君でしょ。だこいつにもう早め遠いとこから打たせないとダメですわ。若島津君、いやー多分あれっすよね、高速ドリブルだよね、かわせんのよ。あってもファールです。止めれてもファール。一応スカイラブタックルするけど、この枯れた多分若島津君と1対1まで持ち込まれるからね。弾くとでかいけど、あー無理か。キーパーと1対1まで持ち込まれましたね。無理やぞ。あ、ずる。無理だよね。はいはいはい、ずるい。はい、いきなりずるい。どう攻めようかな。4番に気をつけないといけないんですよ、まず絶対に。4番のリブタックをいかにかわすかなんで、あったらもうパワータックルだパワーブロックだしょっちょきょるんで、はい、ワンツーっすか。シャン、あぶねえ、低い。できるかな。かといってシュートもね、トラップしましょうか。クリアされそうだけどな。だよね。ヒューが、いやーもうトラップしかありえんわ。あーしよし、これでこれで。いやもう運ゲーですけどね。よう運ゲーさんです。完全によう運ゲーさんなんですけど。預けてるところでね、いやー無理やろこれ、絶対通らんって。え、どうしようしんどいね。カットされるかな。あー来た来た来た。だよね、キーパーもトラップするか。あーキャッチされたわこれ、絶対キャッチ。ほらなんだい、なんだい、なんでい、なんでい。いじってもイスラス君だと。これこれ、よしよしよし、ナイス。狙い通りです。狙ったからな。でも出すとこねえな。ソーダ君に出して、でソーダ君からのカミソリパスですな。カミソリパス、これ通るんじゃないっすか、まさに。カミソリパスや、カミソリパスだじゃなくて、正確にはパリカミソリパスやですけど、あー絶対出てくるよね。あーまたキャッチだ。だよね、意味ねー。さっきから意味ないことしかしてないっすわ。そう、敵のクリアをいかに拾い続けるかゲームです。
まさに預け続けますか。ここはビリン高い。あトラップして、いやトラップしか無理なのよ。あ、オッケー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 。これは悪い展開ではないですね。スカイラブツイーン行くか。いやースカイラブツインワンチャンあると思うんですよ。スカイラブツインシュート、これはタイ、スカイラブしてツインですか。よしよし、いやー、おっしゃ来た。惜しい、惜しい、今の今の惜しいな。足もった、買えなかった。今の惜しかったっすね。来たと思ったのにな。キャッチされるよね。だよね、めっちゃキャッチされてますけどね。まず、あ、コラーか、あきまえん、そこらへんからシュート打って、いやまだシュートな方が止めるチャンスあるよ。ちゃんけんゲイン止めろ。おっしゃ、ナイス。どっから出てきたのかわからんけど、石崎くん、ザーキー石くん最高やないですか。ネオタイガー打っとくか。ザーキー石くん最高です。リブタくんに集めて、いや3人、あのファールだけはやめてね。ファールだけはシュートしてくるのは知ってる。いやー無理かー。おちょっとだけ可能性が増えたかな。ゲイー、はい、何もう、ちょっと待ってね、やばいです、バイヤーです完全なる。ユーガのネオタイガーでいかんといかんですね。で、ワン、一回ワンツーして、ワンワンツーして、でしょ?で、4、4来るで、ちょっと待って、4来る、4来る前、4来る前ワンツーです。でしょ?トラップ無理やろ。でもトラップする気はないんだって。おし、来た、早いな。いネオタイガー行くか。ペナルティエリア内だし多分いいんじゃないかな。いやこれ大丈夫でしょ。何をしてくれてるのマジで。マジでさ、さっきから何をしてくれてるの。スカイラブ、スカイラブツインが熱いってことだけは分かりましたね。いやマジかよ、ネオタイガーよ。キーパーと1対1まで持ち込まれて入んないのか。はい、シャン、よしよしよし、強いよ。これいったかもな、いったかも。くそ、ツインは打てもしない。行くか、ノートラップランニングボレー、早めのシュート行ってみるか。ノートラップランニングボレー、早めのシュート、絶対無理やろ。はい、これ取られた。なんだこれは。くそー、ヒュー、あ、ボール欲しいのに取ったところでどうやって決めるかっていう問題がありますけどね。
あー、なんということでしょう。ザキ石、奇跡だし、奇跡のザキ石お願いします。いやもう攻守のバランスとかちょっとえげつないっすわ、オランダ。いや無理よね、ちゃんけん。ゲー、おし、さっきして。いやもうちゃんけん使えないから、使えるのかな、まだ。キー、おし、ナイス、ある。1点前半で返そう、通るはず、多分通るはず。美咲くんなら通る、多少無理しても。美咲くんだよこっち。そんなにも力の差があるということですか。いやー、2点で抑えたのは上出来だと思いますが、1点も決めれてない。何をしているの。うわー、ずりー、ずるくない。うわー、ガッツ12ですよ。もう絶対無理やん。お、はい、来た。うわー、ちょっと待ってね、1を変えます。何があるか分かんないんで、林に。最初から林の方が良かったのかな。いやー、なんとか1点返したいんですけど、無理ですね。いやー、完全に煮詰まっております。どうしましょうかと。美杉くん投入するけど、美杉くんだったら抜ける可能性があるのよね。翼くん、一回ゴールデンコービー入れてでしょ。ここ、いやー、やられた、やられたかなこれ。いや、可能性ある。パワーアタックとワンツーならかわせると思うんだけど、ほらワンツー最強ですよ。よーし、完璧です。これ完璧、これ以上はないね。ああ、これがね、マイボールだったらでかいんだけどな。クリア、これ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 、よしよしよし。で、空っぽ。ちょっと待ってね。空っぽだから、空っぽを生かそう。とにかく、ちょっと待って、まだ空っぽなんです。美杉くん。よしよしよし、ガラ空きじゃん。来たわ、空いてます。あれ、空いてたじゃないの今のは。ダメ、早いね、ちょっと微妙に、ちょっと微妙に早いんだってイスラス君は。若林くん、エリア外だから。うーわー、なんということでしょう。本当にあーですよ。何回も立ち向かってるんですけど、一向に力の差が埋まらないという、完全に謎現象ですわ。美咲くんパスキャッチ。いや、美咲くんのドリブルがちょっと巧妙がある気がするんですけどね。無理よ。よしよしよし。いやー、危ねえ。イスラス君とリブタ君2枚抜いたのはでかいけどね。よーし、抜けるかな。よし、いやもう最近敵も抜けないからね。1点は返したいね。キャッチ、いやー、マジですか。4、5回目なんですけどね、挑むのが。
全くもってこのチーム力の差が埋まりません。マジか、1点も入んねえな。いやーずるいわ。止めるしかないけど。おし、よーし、まだ可能性はある。もう一発ネオタイガー打てるんで、絶対リブタ君にパスなんですよ。でこれ3人つくじゃないですか。3人ついても誰も絶対触れないから、ずっとっすもん。ほらで触れない、でここも触れない、ここまでデフォルトです。止める、あひでえ。5-0って 5-0 ですか。ちょっと待って、ちょっと一心も食えるとかそういうレベルじゃなくて 5-0 って、いやいや、おかしくない？ちょっと待てよ。ここでやると多分エリア内になっちゃうんだよね。届かないよね。で、高い。ドライブオーバー行こうか。ドライブオーバー止めれないと思うんですよ。行くぞ、ドライブオーバーヘッド。ドライブオーバーヘッドは取られません。ほら、マジで言ってるのこのゲーム。点が取れないじゃないですか。まず点が取れないゲームですけど、うわずるいわそれは。いやマジかこれ。いやー、まあね、こうじゃない止まらないんだよね。止まらねえ。よし、キャッチキャッチキャッチ、絶対キャッチ。止める、ほら。ちょっと待て、ワンツー怪しいな。このワンツーは相当取られるかもな。あぶねー。よし、か、低いじゃ無理やぞ。だよね、クリアされたのに拾うっていうミラクルを見せるしかないという。抜きにかかりますか、やっぱり。それっきゃねえだろ。よし、向こうがズルして抜いてくんならこっちもズルして抜かんと。いいね、順調順調。いやーこれは無理だ。うわーずるいわー、なんかさっきから。うわー、うとことんずるいっすわ。届かねえし。いやいやいや、おかしいおかしいおかしい。センタリングかな。オーバーヘッドがあるんだよね、イスラス君は。パン、届かないよね。止める。あ、なんということでしょう。あの1回初めて
オーランダに挑んだ時よりも点数差がひどいんですけど、マジで言ってんのこのゲーム。いやじゃあもう分かりました、もうヒューガでヒューガのネオタイガーで行くっきゃねえだろ。一矢向かいますか。ネオタイガーで、エリア外ネオタイガー無理ですかね。ほら、基準が分かりませんな基準が分からないんだけど、さっきはエリア内で余裕で弾かれたのに今回は押し込めたっていう基準が分からないんですけど、いやー全然ですよ。いや上がってくんないとこれレベルが、あー地獄を見ますね、こっから先も。はい、ということで、まだまだオランダ戦、やり直しに、すぐやり直しをしていかない気がします。頑張ります。では、失礼いたします。次の動画でお会いしましょう。面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、失礼いたします。バイバイ。